見ろ、遺跡だ。中にレリックがあるぞ。ナック、これはゴブリンが仕掛けた罠だ。慎重に進め。博士、ここから入れるんじゃないかな。でかしたぞ、ナック。待ってろ、今行く。このトンネルは100年前、レリックを探すのに掘られたものだ。当時散々掘り尽くされたからな。今じゃほとんどレリックは見つからない。ナック、ドリルを壊して取り込め。部品にレリックがくっついた。
どういうわけかレリックはいつもこういう建物で見つかる。だがそもそも建物か？扉もない。人が住むものではなさそうだ。ゴブリンの戦車だ。俺たち先回りしたみたい。道路が古いな。崩れるかもしれんぞ。ありがとう、ナック。ここは電源室だな。だがエンジンのレリックは残ってないようだ。博士、任せてくれ。すぐに明かりをつけるから。ん？ああ、なんだか懐かしいな。いいか、私がお前を見つけたのもこんな洞窟だ。
そこに台座があるだろ。ここらの洞窟には台座はあるが、上には何も載ってない。昔、あれは20年前のことだ。あの時も洞窟を見つけた。別の名。かつてそこには鳥が群がるようにレリックが溢れていると思われていた。ところがそんな光景を見た者は一人もいなかった。あの時までは台座の上には光るオーブがあって、その周りを金や赤や青のレリックが回っていた。思わず手を伸ばすと、なぜだか知らないがオーブが手に飛び込んできた。オーブの謎を解き明かして、そのパワーを100倍にするのに何年もかかった。だがついにそのパズルが解けた。その答えがお前だ。さあ近づいてもっとよく見てみよう。下がって。博士、大丈夫？ああ、平気だ。
気をつけろナック。その手の岩は滑りやすいぞ。塞がれてる。今来た道を戻らないと。何か音が聞こえましたが、大丈夫ですか？君のロボットから攻撃を受けた。本当に？多分ゴブリンと間違ったのでしょう。申し訳ない。ロボットを調べます。いや、心配はいらない。いくつかレリックを拾えたしね。だから別にそれほどムカついてはいないよ。あちらから隙間風が入ってくるんですよ。見に行きましょう。